はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガリユニバース、いよいよやっていきたいと思うんですけれども、まずですね、ロマサガリユニバースのちょっと動画の進め方として、ストーリーパートとあとはそのイベントはちょっと分けて進めていきたいと思います。ストーリーはストーリーでまとめて、1本の動画にして、イベントはイベントでね、別で1本の動画にしていこうと思っています。でさらにストーリーモードに関しては、まあ、もう1回ねクリア済みのものを、ストーリーごとに追っていくというような、やり方をやっていきます。で今回は、ストーリーモードやっていきます。でその前にですね、まあ、あのリセマラが終わって、まあ、キャラ的なものですね、ちょっと見ていきたいんですけれども、こんな感じになってます。 SS キャラに関しましては、まずはエレンですね。でこちらのエレンも、結構、まあ、強くはなってます。スタイルレベルももう20レベルになってて、トマホーク、1人時間差、巻き割りダイナミック、これ全部覚えてます。で巻き割りダイナミックってマジで強いから。で、まあ、エレン使っていくのと、まあ、主人公キャラですね、ポルカも、鍛えてあります。もうスタイルレベルは30になってます。で失礼剣とサミダレ斬りは覚えてあるんですけれども、真空斬りがねまだちょっと覚えてない状況です。であとはレッド、まあ、レッドは厳密に言うとアルカイザーなんですけれども、アルカイザーも SS を手に入れました。ちなみにアルカイザーの SS かぶりました。まあ別にそれはいいんですけれども、これもアルフェニックスまで全部覚えてますと。で、またいてですね、このアザミちゃんで、アザミちゃんも、主力として今は使ってます。スタイルレベルは20になってます。千手観音まで覚えてます。千手観音もめっちゃ強いっす。であとね、回復要因としてね、ウンディーネ、自分は使ってます。ウンディーネかなり好きなキャラなんで、まあ、こういうね、俺は他の動画でも言ってるかもしれないけど、女性は年上好みなんで。で生命の水スコール、ダイヤモンドダストですね。ちょっと火力に関してはやっぱり難があるんですけれども、 A ランクキャラなんで、まあ、やっぱりね回復ができるというところが結構大きいですね。であとは遠征で鍛えているのが通常の、S ランクギスターブですね。これは戦闘とかには出してないですけれども、一応遠征で鍛えてます。でアイシャとかも SS を手に入れたんですけれども、今のところは、あんまり使ってないです。スタイルレベルもまだ1。あとは、グレーですね。これも SS キャラを手に入れて、遠征でちょいちょい上げてる感じかな。逆風の立場覚えたのか。あ、これ順番に覚えるってわけじゃないんだね。峰打ち覚えてないけど逆風の立場覚えてるから。と他にはまああとクローディアとか、あ、ジニーちゃんね。ジニーちゃんはなんかその交換系のイベントで、手に入れることができますので、今ジニーちゃんもちょっと遠征に出してますと。まあ、そんな感じの、キャラになってて、ちょっと道場が終わってるけどそれは後でいいや。じゃあちょっと今回はね、ストーリーの方を進めていきます。今4章のところまでは来ているんですけれども、このパート1のところは、やっていきましょうかね。じゃあじゃあ1からいきます。順番に闘志への道ということで、でイベントはちょっとオートで見ていきますか。ようやく見つけた私の500人目の子、まあ、リツを話せと。妹さんですね。これで妹がなんか知んないけどさらわれたので、リツを探しに行きましょう。今のタフターンさんかな。あ、ベースはねロマサガ3な300年後なんで。第21期闘志団入団試験。闘志団入団試験当日。バルド、あ、ちょっと偉い人ですね。人じゃないけどね。エビ、ヴァンガードにいたエビの一族の色がちょっと違うよね。名前忘れちゃったよ、あのエビ。じゃあクエストの次を見てみましょう。そびえ立つと
私の名はバルド。74人か。じいさんとかいるからね、見てみると。まあ、テストをしますと。目の前にそびえ立つグレイブ、こいつを攻略しろと。異界の戦士の助力を与える。彼らの力をいかに行使し、困難を乗り越えるか、そして何を見るか、まあ、心して挑んでくださいと。おっと、結構早いね。では試験開始。これバトルクエストなんで戦闘が発生しますね。まあ最初はパーティー1、一応今の主力メンバーでいきますか。いや多分余裕だと思うんですけど、どんな感じの、まあ、能力になってるのかを見つつ。失礼剣さみだれ斬りまで覚えてますね。待って、最初は通常攻撃でいきますか。生命の水スコール、ダイヤモンドダストも覚えてますと。トマホーク1人時間3、巻き割りダイナミック、まあ、BP がまだ足りないんですけど、これ何、タンケ、タンコ、分かんない。マシンガンジャブ、アルフェニックスね、なんかそこまで強くないんだよね。コークスクリュー、連機章、これ敵全体の攻撃。千手観音、これでいけるでしょう。だよね、そりゃそうだよ。完全に回復役なんで。じゃあ失礼剣の方から見ていきますか。生命の水ね、回復できるんですけど LP 使うんですよね。だ無限にね回復ができるわけではない。そこはなんかうまく調整が取られてるなとちょっと思います。あ、ちょっと待って、スコールにしようか。多分ウンビーね最後の方に攻撃するから。コークスクリュー使っていこう。400とか。でスコールもまあそれなりにはね火力は出ます。それなり、まあ、全体攻撃としては最初の方は結構使っていけるかなと。でサミダレ斬りも使って、スコールは結構 BP を使うんで、マシンガンジャブ、連機章、連機章で勝たしたいんだけど、サミダレ斬りはね早い。電気遅くなるんだよね。 OK という感じで、まあ、戦闘後にはねこうやってパラメータも上がっていきます。シングルソードか。これ A ランクのね武器をね手に入れるのが結構大変だった。では次のクエスト、異界の戦士たち。こいつは演習じゃない、お前が見せれば全員死ぬ。まあ、ここにいる人たちはもうイベント用の人たちですね。別に仲間にはしてないけどいるっていう。シフね、この格好のシフとミンサガのシフなんか別っぽいんだよね。では戦いの回廊、ここはちょっとパーティーメンバーを変えていきますか。全然使ってないキャラ、装備とかもあんまりさせてないな。まあ最初だから大丈夫でしょ。しかもフリーファイトだし。グレイ、通常攻撃できますか。通常攻撃しか覚えてないけどね。お、ギュスターブはそれなりに使ったのかな。ブルクラッシュまで覚えてるってことは。俺ギュスターブ好きなんですよね本当に。サタフロ2が超好きなんで。何ステータスって。だから本当はねあのプラチナのやつも、まあ、ギュスターブがね欲しかったんですけどね。まあただ一級スケールが6枚出たんで、ちょっとギュスターブは諦めて始めてますと。まあ、グレイもね今ロマサがやってますけど、あんまり進んでないけどグレイも好きなんで覚えた。
戦回帰、腕力アップ。そう、アイシャがね、斧なんだよね。アイシャ斧なんて使うんだって。2戦目、2戦目もまあどうしようかな。 PP は結構あるんだよな。逆風のタッチを使うか。基本大体3ずつ回復していくんで、まずは技を覚えないとね。ブルークラッシュ、瞬速、あ、そっか、クロディア、あれクロディアもう3つ覚えてる。じゃあ瞬速でいきますか。結構使うな。9か。連携あんまり発動しなくてもいいんだけどな。倒した敵はそのまま次のターゲットに補正かけてくれるんで、全力でいこう。じゃあジニーちゃん、早くなんか覚えてくんないかな。デタラメアを打ってみる。4人いるから。デタラメアね、いまだに外したことないんだよね。でこのなんか火をまとってるときはオーバードライブが使えるっていうことなんですけど、その前に戦闘が終わりましたと。次行きましょう。このメンバーでどこまで行けるかな。不吉な気配。志願者ね、そういえば他の志願者見てないな。大道芸人、サーカスの曲芸師、おお、いっぱい出てきた。そろそろ本気を出さないと死ぬぞって。本気出してなかったの？まあ、基本的にこのイベント戦闘、イベント戦闘っていう感じで進んでいきますね。同じメンバーでいきましょう。ちょっとこいつら鍛えたい。とね、インペリアルクロスと、あとデザートハンターがあるのか。そうか、デザートハンター弓使ってなかったからいらないかなって思ったけど、このメンバーだとクロディアがいるんで、デザートハンターにしてみようか。陣形は結構くらまだ鍛え方がな弱いからな。1戦目はちょっと BP を貯めたいんで、通常攻撃で乗り切ります。よし、なんか覚えた。ハードヒット、ここからちょっと技を使っていきましょう。身内だったらね、ちょっと一応これ見るとね、威力 E 麻痺させる。これは威力 C、まあ、逆風使っていきますか。旋回劇、威力 C、 あ、結構いいかもね。5でハードヒットは4、威力 C。 ブルクラッシュは A、 さすがに火力はあるよね。なんかミスりそうな気がするけど、ちょっとクロディアは普通の攻撃でいこう。ランクアップ、そう、技もね、ランクがあるんですよ。高いやつだともうランク7とか8とかあるんで、結構上がっていきますね。で、ここは、全力オートにするか。じゃあ、ちょ、こういう機能もあるんで、BP の一番高いやつを使ってくれるのかな。うわ、死んだ。LP がね、その戦闘が終わると回復するんで、楽王派強い。3つ目の技が強い。一応 LP はなんていうの、なくなっちゃうとこの戦闘中では蘇ることができない、まあ、そんな感じの位置づけですかね。じゃあ次、探し人。
切り抜けたか。バルハラ族の戦士シフ。アルベルトもこっちに来てんの。このグレイブは不吉だ。塔を登っていく感じですね。さらに上階へ。ちょっと待ってね、少し整えますか。せっかくだからまずは武器から見ていきましょう。ちゃんとね装備もできるんで、ちょっとこっちでいいのか。パーティーに何も装備してねえわ。今武器力ゼロなんですよ。基本の体験は武器力ゼロなんで、これを補正にしましょう。これなんでレベル2なんだ。まあいいや、なんか作ったのか。で、守防具あるやつで、兵士の色がすっげえいっぱいある。ちょっと2軍なんで、ちょっと兵士の色にしよう。で、服防具もね結構あるはず。レザーグローブがいっぱいあるね。ちょっとレザーグローブにしよう。装飾品これちょっと貴重なんだよな。つけないでいこう。じゃあグレイ OK。 次アイシャ、アイシャは戦斧だな。じゃあフランシスカは今エレンが使ってるんで、で兵士の類で、ここはレザーグラフ OK。 ジニーちゃん、ジニーちゃんあったかな。メイスしかないか。まあいいや、メイスで兵士の鎧、服防具はレザーグローブで、ギュッ様、ギュス様も体験か。補正が1個余ってるね。ほい、あ、ちょっと待って。で体が、じゃちょっとギュス様は結構お気に入りだから鉄の鎧にしよう。ひいきでレザーグローブと、クロディア、クロディアは弓、あー強化弓持ってんだ。まあ、弓使い、ちょっと一軍には弓使うやついないんで、強化弓を装備させてあげよう。でね、クローディアどうしようかな。鎧っていうよりはなんかローブとかを装備させたいけど、そういうのないね。重さがねあるのかどうかがちょっと分かんないんですよね。重さ表示されてないんで、要は重ければ重いほど素早さが下がるっていうシステムだったら、ちょっと弓とかはねあんまり重いの装備させたくないんで、毛皮にしよう。あ、毛皮って服防具なんだ。能力値、能力値的には、あ、体力が上がるんだ。いいや、毛皮にしよう。じゃあクローディアはで、陣形フリーファイトになってるのを今持ってるのは、あ、デザートランスなんて手に入れたんだ。ハンターシフト、これでいきましょう。でクローディアここでしょ。素早さが基本上がるんだね。ってことは体術とかが良さそうだな。召喚弓を重視するパーティーにおすすめ。そんなパーティーじゃないけどな。なんとなくこいつ前に出しとくか。でギス様もちょっと全員出しとこう。 OK、 よし、じゃあこれでいきましょう。出撃、これのさらに上階へ。これか。ここ結構ドロップ品が多いんだよね。ま、A、S あたりになるとほとんどドロップしないんだけど、ここはボスがいますと。おっと、全力応答になってる。待って待って待って、通常応答できますか。ほい、まずは BP を貯める。え、強くなってる。え、なんか強くね、普通に。これ2戦目も通常攻撃でいけんな。で3戦目全力でいこう。武器を持たせるだけで全然違うね。強化弓とかはね、一覧といい弓だから。強っ、あ、あれか、ウィークか、飛んでる敵だからね。ちょっとオートは解除して、でボスはヒットポイントがね、上の方に表示されるんで、どうしようかな。オーバードライブになっ
った時に最強技で攻めたいんだよね。ちょっと黒でやった通常攻撃、ブルックラッシュはいけるっしょ。一回ちょっと BP を使う技を使っていこう。逆風一旦でどこまで削れるか、なんか半分くらい削れそうだな。水泳あこれ2旦で片付くな。ではではでは、楽王派ブールクラッシュ、逆風旋回撃、ハードヒット、これで決まりだな。いいな、スライサー下げられるのはでかい。強そう。ヒットポイントは割とね、ヒットポイントが上がっていくんだよね。で経験値も、手に入れたので、ちょっと強化の画面も見てみましょうか。チャプター1はねもう1個あるんで、そっちもやっていきます。この1の2ってやつですね。で1の2に進む前に道場が終わってんだ。ちょっと待ってね、道場先に見ちゃいます。あ、訓練が終わったのか。はいはいはい、まあちょっとこいつら鍛えられますと。エネルギーが減ってんな。ここら辺はまたいずれ。スタイル強化、経験値を手に入れてそれを使ってスタイルレベルを強化できますと。まずは愛車から、これを押すとふいんふいんとレベルを上げることができます。9で基礎能力もね上がるんで、あとボーナスもついたりしますと。ほい、あとアビリティとかも覚えられるのかな。スタイル10になると、あ消しちゃった。スタイル10になると撃破吸収3で、スタイル30になると有権攻撃、ヒットポイント満タンの時に、敵に当たるダメージが上昇する台という感じになってますと。じゃあグレイ、まあ、10% くらいは全体的に能力が上がったかな。腕力プラス2、体力プラス3、ほいで、やっぱりねその SS とかの方がこうレベル上げるのに必要な経験値は高いですね。そう、ジュース様はランク S なんで同じくらいしか戦ってないけど12レベルまで上げられますね。最初はなんていうの、その上限解放、パワープロでいう上限解放をしないと上げられるレベルが S の場合は30か、SS は SS の30だっけ、ちょっと見てみよう。あ、 SS も30だね、みんな30か。で上限解放して、さらに強くできますと。クロディアも S、 OK、 強さ1、体力1、体力2、テンションアップ2、ちょっと効果が分かんない。常時的に与えるダメージが上昇する。あ、いいね、それは。クローディア弓だからちょっと火力なさそうだしね。で、あと一人誰だっけ？あ、ジニーちゃんだ。体力1、体力1、スパイス2。あ、ジニーちゃん。入った時期が一番遅いから8までしか上がんねえわ。よし、オッケー。鍛錬なくして進化はないぞ。この何なの、マジこのエビ。では1の2いきましょう。この一番下から突然の出来事。海の中なんだけど、
てかよく喋れんな。俺に任せろ。こいつはだって鎧着てんだろ、ヘクターなんて。まあ FF10 の世界みたいかもしんないからね。ブリッツボール、あれってなんか水の中でもなんか普通にみんな会話したり動いてるからね。まあ、船が浮かんでますと。罠っぽいけど船のところに行きましょう。海中戦、これ手に入れてないんだよね。 A ランクのグレイブ槍、槍使ってる人がいないんだけど一応持っておきたいな。ま、運が良ければ戦闘終了後に手に入りますと。魚、すげえ、マジで最初やった時ここ結構苦戦したんだ。魚強えとか思ったもん。クローディアの弓やっぱいいな。まあそういうね、最初全然その装備とか整えなかったからね。装備なしのまま突き進んでいったから。お、なんか覚えたかな。アライグルマット、これってめっちゃ強いんだけど。お、デルタペトラ、え、こいつ魔法覚えんの。鉄の鎧ゲット。アイシャなんだったっけ、あんまり技をチェックしてなかったな。魔法はね、戦闘終了後とかにランクアップしたりするんで。こいつらどうしやす。ちなみにキャプテンホークではなくこっちっすね、ブラック爺さん。どこかで見た顔だな。わしはお前のことなど知らん。この船はモンスターに囲まれてる。モンスター退治に手を貸すならいさせてくれると。波に揺られて、ここもこれか、グレイブ。一応さ、こうポルカ主人公入れてるんだけどさ、普通にやってる時どうなの。別に入れなくても良さそうだね。ここら辺はずっともう通常攻撃でなんとかなりそうだな。で余裕だな。じゃあ最後は全力オートでいこうか、せっかくだから。逆、これ結構かっこいい。デルタペトラ、敵全体攻で弱い。全体攻撃ちょっと弱いね。これは強い。ほこ、プロテクター。サルイン。暗雲行きましょう。これ今のところどこの作品まで出てきてるんだろう。まあサガ、サガっていうかロマサガ、ロマサガ2、ロマサガ3、サガフロ、サガフロ2、あとは普通のサガとかサガ2はいないんだよね。
まあ、別に固有キャラがいるわけじゃないけど。ブラック剣持ってるな。フォルネウス、ハーマン、あんたも知ってるだろう。決定づけられた過去は変えられない。運転のもと、あ、これも手に入れてない。体験バスタードソード、これギュッサムに装備させてえな。だいたいね10回くらい繰り返すとドロップするかな。体感的に 10% とかな。ちょっと全力オートになってる。通常オートに戻そう。みんなね、何かしらのね、なんか弱点持ってるんですよね。敵も味方も。それをね、つけられるとね、結構食らう。38か。で、3攻め。ここは全力。あ、やばい。愛者がやばい。連携デルタピトラ、なんていうの、払い車剣、デルタ車剣。ポイントアップ。お、手に入れた。バスターソード、ちょっとこれギュス様に装備させよう。編成鍛冶屋でね、鍛えられるっちゃ鍛えられるんだけど、ちょっとまだそれはいいや。ポセからバスターソード、14、攻撃力だけは武器倍だな。では出撃。迫るその時、どでかい嵐が来る。嵐じゃない、フォルネウスが連れてきた。わかる、分かっちまうんだ。私たちは見るだけだ。嵐の海で、ここもバスタードソードがもらえるね、ドロップで。ギュッサーブどれだけ上がってるかだな。やばいやばい、食らってる。ちょっと遅い。170強いね。さっきまでいくつだったかよくわかんないけど、170は出てなかったでしょ、火力的に。うん、だってグレイとかでも100ちょいだもんね。じゃあラストまた全力ボトルいきます。普通の攻撃はね弱いんだけどね。落王ペトラ、デルタペトラがさ、そんなに強くないんだよね。100、一番最初に打ってくれればいいんだけど、アイシャも速くはないからな。斧使ってる段階で速そうなキャラではないよね。術師のロー、このパーティーに術師はいません。避けられぬ運命。
我が名はホルネウス。結局ホルネウスに何されたの？クギャー。やはりどうにもならなかったか。過去は変えられん。異世界の戦士たちの過去の断片が囚われている。過去の断片の墓場。過去の瞬間を見るのが闘士の役目。答えは上にある。最上階に行くぞ。坂風呂もね、結構源さん使ったからね、二刀烈風を使いまくった気がする。密林を抜けて、ジニーちゃんステルスってことは狙われづらくなるんだろうな。京太やばい、うわ死ぬ、あ死ぬぞこれ、死んだ。回復できるキャラがいないんだよな。やっぱりね、一人はね回復薬欲しいだよね。火力が出なかったとしても、ちょっと待って、普通の攻撃にしちゃった。やってけっかな。うわっ危ない。よし OK で、死んだキャラもその能力アップのとこにはね蘇ってね、そうちゃんと能力アップするんですよ。そこはご心配なくと。で今のところラウンド3までの戦闘しかないんだけど、ラウンド4とか5とかもあったりするのかな、後の方に行くと。そうすると長期戦を見据えた戦い方も必要になってくると思うけど、こぼれる光、ジャングルの音楽だね。光だ。最上階に着く。扉を守る魔族がいる。魔獣か。妖精。いただきの扉。ここはボスがいるのか。あそうそうそう、これね SS のねルージュが手に入るみたいなんだけど、いやーこれでマラソンするのはちょっと大変だよな。まあ、SS キャラ欲しいっちゃ欲しいけどね、やっぱり持ってはおきたい。ちょっと待って、通常音3戦目で全力でいこう。こんな蛇ごときに苦戦してられませんよ。クリーパー一発じゃ倒せないか。やばい、強打、強打強えんだよ本当に。通常音は外そうで、上についている何その熱とか雷とか陽とか陰とかに上がついてるじゃないですか。そうすると弱点なんですよね。で霊気が下なんで、これが耐性を持ってると。なんかちょっと逆な感じがするけど、ちょっと瞬速でいくか。ルールクラッシュ、逆風、防御的なものはないからね。デルタペトラ11使う割にはちょっと弱いから、これでいこう。逆風の怪撃、お素早さ下げる。2回攻撃だったりするんですよねボスは。ランクアップ、ハードヒット、あこれも2ターンで決まるな。よし、瞬速、ブルクラッシュ、逆風、旋回撃、ハードヒット、
ケー。お、 A ランク、これは武器を鍛えるときに使うやつか。戦闘は終わったけど、ちょいちょい話は進むんで見ていきましょう。これはなんだ、グレイブの頂上には必ずこいつがある。この光の扉の向こうからやってきた。扉を開いてやつを解放してやりな。やつって海賊の彼。俺は一体ホルカ・リンウッド、初めての仲間。え、君たち仲間じゃないのっていう。まだ闘士ではなかったってことか。こいつら連れてっていいよっていうエビの計らいだったのか。で、闘士になって初めてブラックが仲間になりました。そこはブラック手に入れたんですよね、普通に。だから仲間一覧のところにブラックがいましたと。物語進めていってもキャラは手に入るという感じですね。ゼノン・アウスバッハ、これが今のロワーヌの一番偉い人かな。ミカエルの子孫になると思うんですけど、第7兵団か。でさっきの妖精グレートアーチに行けと。シン・ドゥを救出、奪還しろ。妖精はこいつはオスだね。口が悪いけど。という感じで、パート1っていうのかな、1章はねもうずっと続くんで、2章にまだなってないんでパート1でいいと思います。でパート1が終了したので、じゃあ、ストーリー編ですね、今回はこれで、終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。